さあ、4月3日日曜日。あ、4月になったからまた。あ、そう、4月、これ僕まだ馴染みないんだよね。2月、4月、4月だ。正しい発音は4月なんだよね。うん。2月、4月じゃなくて2月、4月が正しい発音らしいよ。声優さん、沖あゆさん曰く、確かそうだった。ね。まあ僕も、プロではないけど、発信する身として、なるべくちゃんとした言葉遣いを心がけたいけど、まあ無理だから諦めようね。あ、動物園。あ、いいな、ぬいぐるみ。動物園こないだ行ったけど、また動物園行けるな。これで。行く口実ができたな。ボーリングにダーツ。あー、ダーツか。ダーツはなんか印象ないぞ。あー、そうだ。で、3月のイベント公演終わっちゃったんだ。これ良さそうだったけどな、サーカス。で、4月、行楽シーズンだね。勉強ちょっと一旦休もうか。うん。流行を磨いたりとか、あいつらと遊んだりしとこうかな。はい、2年目に突入しました。道ひかルームは、高校卒業してもやるのかな？やっぱ、高校卒業と一緒に終わっちゃうの。タンクトップブルー、流行アクセサリーがメガネになったね。まあ、いつか来るだろうって思ってメガネ買っといてよかったね。あるといってもまだ寒い日もあるから薄着や現金。まあ、緑色ぐらいでいいのかな。2年生か。これからどんなことがあるのかな。もちろん後輩たちの恋バナが増える。超楽しみ。もう2年生だよ。後輩増えちゃうよ。ハッピーアイテムはセンス。センス買っときゃよかった。お誘いしちゃおっかな。もうなんかガンガン詰めこうかな、ガンガン。そしたら今度は、仏園行っちゃう？仏園行っちゃうか？仏園行くか、ちょっと待って、仏園行ったでしょ？マザボ行った、遊園地とか行ってない。あれ水族館行ったっけ？あ、植物園とかもありだよな。あ、植物園行きやすかったよな。確か、昔の感じで行ったら、植物園行っとくか。春。まあ、いい感じなんじゃない？ 4月10日に植物園に行かない？うん、大丈夫。おー、いいね。なんかノリ良くなってきたじゃん。はいはーい。俺の化粧ノリも良くなってきちゃうよ。これもう、ルンパルンパよ。もう。もう肌すっきり。そろそろ入学式が始まる時間。早いなぁ。今パート10なんかわかんないけど。もう2年生だよ、俺。後輩できちゃったよ。あれ、あそこに誰かいる？あっ！やべえ、来ちゃった俺が公式サイト見たときに、まあ、見た目で言ったらこいつかなーって思ったやつ。お前やめろよ。お前、惚れさせてくんなよ。俺、本田くんって決めてっから、今回は。新入生なのかな？それにしても誰かに雰囲気が似ているような。何か。声もちょっといいじゃん。何か気になるなら遠慮なくどうぞ。すっけんどんだね。それとも先に教えましょうか。幅学生が僕に聞きたいことなんて分かりきってるんで。敬語いいじゃんあ、やばい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 。あー、やばい。こいつ、お前退学しろ。退学してくれ。今すぐ俺の目の前から消えないと攻略ルートがそれる。僕は氷室祈り。これから入学式を迎える1年目。命。そしてお察しの通り、レイチさん、氷室教頭の親族です。めっちゃ地語りすんじゃん。そこまで聞いてないよ。ああ、分かってなかったんですか。言わなきゃよかった。結構注目の的になっちゃって鬱陶しがってんだろうね。で、
あなたは？そんなに嫌だったら氷室先生がいるところに来なきゃよかったな。あ、ごめんなさい、私は水野エルコ2年です。あなたの一個上、よろしくね。1年先輩か。失礼な態度をとってすみませんでした。ちょっとじゃあ、お詫びにデートしなさいよ。遊園地でいいから。でもあまり氷室については触れないでください。腹が立つので。そう、氷室ちゃんって嫌いなのかな。 ではなんかで、音楽が意外と専用 BGM がそんなにクールめじゃないね。クールっちゃクールだけど、なんかもっと氷のダンジョンのような曲が流れると思ってた。氷室くんか。氷室教頭との関係についてあまり触れてほしくないみたい。まあ、新ヒロイン登場って感じだよね。今日から2年生、今年のクラスはどんな感じかな。ふふ、すごく楽しみ。一人で笑うな。たく、危ないやつだな。あ、同じクラス、3年間同じクラスでしょ、どうせ。はい、もっかいスチルが、もっかい同じスチルが出まーす。え、りょうたくん？ま、そうなるのもわかる。まさか今年も同じクラス。ま、確率としては何クラスあるか知らんけど。まさかってなんだよ。なんか不満でもあるのかよ。まあないです。けどなんだよ。りょうたくん1年間悶々としたまんま過ごしたのか。イギリスでの9年間ぐらいに続き。で、しー、静かにな。同じ先生が入ってくる。当然。今年は静かにしといてくれよ。ミカゲッチ、ちゃんとスーツ着てるじゃん。そしてこの男子学生も去年もいた。今年も先生が担任なんだ。先生、つなぎもかっこいいのに。ほらほら静かにって。また初日から氷室教頭に怒られたくないんだ。多分この1年ですっかり学園の人気者になってんだろうな、この人。まずは自己紹介だな。みんな知ってます。そういうことじゃねえんだよ。お約束の中から面白いこと見つけてこうぜ。いやー、なんかこのこういう声の作り方好きだな。声優さんの話になっちゃうけど、誰がやってらっしゃるんだっけな。またモーリーくん書くのか。あ、書いてる。ということで三影小次郎だ。こう見渡すと結構知った顔が多いな。今年もよろしく。お、よろしく。三影っちー、よろしく。水野、今年は時間もありそうだから面白い質問頼む。何、また俺、気に入られてんの。しょうがないな。じゃあ先生、ここ女の子のこの部位は何て言いますか。はい、どうぞ。バッ。ミカゲッチひでー、無茶ぶりじゃん。黒板に書いてある牛さんについて教えてください。去年もして。いい質問だな。この子はモーリー、メスのホルスタインだ。本物はもっと美人だぞ。仲良くなったら本物も見れるんだろうな。知ってる、ミカゲッチの恋人だろ。モーリーは恋人ってより家族だな。お前たちと同じだよ。おお、家族だってよ。俺ら人類皆兄弟。もしかして大日本帝国でいうところの発行一宇ってやつですか。私は先生の恋人がいいな。私も。あ、私も。私も、私も、私も、水野もです。よろしく。ああ、こら、大きな声出すなって。去年と同じになっちまう。おいおいおい、お前ら女性と AB 勘違いすんなよ。声かけられたの俺だからよ。面白質問したの俺だからよ。俺が一歩リードしてるんで。先生が今年も担任だなんて2年生も楽しくなりそう。どうせ3年生もそうなるよ。4月5日。まずチェック。あ、したっけ俺。あ、したわ。ああ、4月のやつもう見たんだな。疲れてんのかな。はい、見たらしいです。
ほんで、行楽だったよな。多分流行が行楽だから、あとは道彦か。ミチルと遊んで流行をつかむか。流行をつかめるよな、多分。上がるよね。上がるわ。あ、ヒムロ君、真っ先にいるじゃん。もう、うろちょろすんなよ、もう。気になっちゃうじゃん。ヒムロ君、祈り君。祈りって名前いいよね。ノリ君。ノリ君はダメなんじゃないかな。いざとき放て、燃えるその闘志、ヒムロッチも絶対ダメだわ、多分。後輩君とかもダメだ。もう、ダメそうなのばっかりじゃん、これ。あれ、これだと意外とノリ君がオッケーだったりするのか、最終的に。ひどすぎるもん、他が。まあ、ヒムロ君って呼ぶか、普通に。こいつ、無理そうだもんな、いろいろ。いきなり喫茶店に寄ろって言って、了承してくれたら面白いな。ヒムロ君。ねえ、お茶して帰らない？怖え。この先輩怖え。なんで？ガツガツする。そりゃなんでって言われるよ。にべもない。はぁ。全然取り繕ってくんないもん。マリー取り繕って、取り合ってくれない。道彦、たまには同じクラスにならないかね。お誕生日おめでとう。祝ってくれる。そうだ、俺お誕生日だった。ああ、そうだった。2年目はお願いだよ、みんな。俺の誕生日を祝ってくれ。覚えててくれたの、ありがとう。これ、プレゼントなの。あ、気に入ってもらえるといいんだけど。気に入る。後でそっと見てくれる？今じゃダメですか？何でも喜ぶよ。ありがとう、覚えててくれて。4月の8日なんてもう誰も覚えらしねえんだよ。ねえ。もう、入学式、始業式とかぶってよ。全然祝ってくんないんだから、ありがとう。マリーのために本気で選んだんだ。本当に？一生大切にするわ。なんだろう。プレゼント何くれたのかな？マリーゴールドのハーバリウムって何ですか？わかんねえ。多分、ハーバー、浜のハーバーとアクアリウムのリウムだな。うん、きっと。だから、その、浜を鑑賞するやつだな。可愛い色のお花、綺麗でずっと見ていられそう。嫌な予感がする。じゃあな。なに？いや、誕生日。誕生日だよー。りょうたくん？俺の誕生日終わって。風間くん逃げた。あ、ひかるちゃん。遠くから来る。別に逃げてない。用が済んだだけだ。風間くん、誕生日。ああ。前に会ったことを気にしてる？ごめんね。僕の誕生日。あ、ほら囲まれてるよ。私たちは風間くんと仲良くしているマリーを見るのが好きなの。関係性のオタクってやつ。このスリーショットもみんな顔が良くていいね。ほら風間くん、3人で取り囲んでるよ。これシミュレーション RPG でいうところのゾーンオブコントロールが発生して、風間くんはこれ逃げられない状態だよ。さあ誕生日プレゼントを渡そうか。風間くんと話している時のマリーってさ、可愛さが爆増するんだよね。イクくんともね、爆増する。そうなのか。そう。手荒れてんじゃんよ。じゃあ誕生日。あ、でもさ、風間くんだけのマリーじゃないからね。あ、そうだよ。勘違いすんなよ。道彦のでもあるし、他の男たちの俺でもあるからな。ヒカルたちといる時だって可愛さ大爆発なんだから。うん。そう。だから独り占めはなし。なんかめっちゃ自己肯定感上がるんだけど、このゲーム。わかったよ。価値のわかる者同士ってことだな。仲直りしてくれたのは嬉しいけど、素直に喜べないような。
もう一生毎日このイベントが起きてほしい。あーいい学校。あれ俺の誕生日終わった？あおかしいな。他の子たちは？あれ誕生日プレゼント、お花屋さんの接客スタッフ募集を、うん、あ、そう。あれ？植物園行ったらなんかくれっかな。植物園できっとあるんじゃないの？ね、サプライズプレゼントがあるって俺信じてるんだけど。あ、で、さすがにこれトレンチコート脱がないとダメだな。あ、違う。下脱いじゃった。すっぽんぽんになっちゃう。ウルトラアクティブいけないかな？ウルトラアクティブ無理だろうな、この感じだと。あ、いけるな。で、あったかさも緑だからこれでいくか。流行のメガネ取り入れて、うん。まあ、ワンチャンこのシャツに青色入ってるから、まあ、青色あるっちゃあると思うんですけど。ダメですかね。本田くんまだ来てないな。ごめん、途中で気になる裏道を見つけてさ。ピンクも似合うね。近道かと思ったら遠回りだった。この人なんか何ポケモン GO かなんかやってんの？はい、言い訳じゃあ、ん、罰としてお前頭皮マッサージ。ちょっと、え、なんかちょっととか言いながら嫌がってないよ。やっぱいいよねそういう格好。いや、いいでしょう。そうさ、俺も気兼ねなく遊べるよ。とりあえずウルトラアクティブでプラス効果はあるから全部制覇してなくても有効をチェックしてるな。お、そうだぞ。なんかちょっと本田くん反応変わったんじゃない？君ってば最先端を走りすぎだよ。俺が教えようと思ってたのに。ちょっと仲良くなってね。あと褒めてもらえた。植物園には虫たちもたくさんいるからね。一石二鳥。虫好きだな。虫好きなのいいけど押し付けてこないでよ。どうしたの？ちょっとまだ慣れてない胸のあたりスッスしてみるか。いきなりどうしたの？あー今まだ無理か。てか、いや、やっぱ胴体ダメなんだな。わかった。エリアを移動すると気候も違って植生も違う。ここは本当楽しいね。あ、やっぱ気に入ってくれた。あ、というかすごいいいじゃん、滝とかあって。よくできてんな、ここ行きたいな。うん。これかな、食虫植物はどこだろう。これでしょ。ちょっとヘンテコな方が好きでしょ。君も好き？ハエトリグサ、長いまつげがパチパチって感じがいいよね。お前もな。ほら、俺バッチリ好印象掴んでくよ。そして眼球マッサージもしちゃうからね。前見えないってば。ああ、いいじゃん、いいじゃん。なんかそのまんざらでもないの分かっちゃうの、いいわ。尻尾振ってんね。また誘ってよ。あ、誘う、もう明日誘う。もしかしてお腹すいた？あ、なんか嫌がり方もほらマイルドだし。さ、帰ろ。心開いてない？結構バッカンバッカンじゃない？心観音開きでしょ。これはちょっと後で電話して好感度聞くべきだ。素晴らしい、これは素晴らしいぞ。さて、どうしてこうかな。まだ多分行楽だよな。しばらく行楽勉強しないで、恋愛も悪かないけど、まあ、行楽しとくか。うん。流行でもつかむか。一週間雑誌読んでるの飽きないかな、これ。なんか、そんなに時間使う？これって。ああ、そして結構やっぱ、
星の導きに従ってると運勢うまいこといくね。さーてと、あら、ヒカルどうした、死んだか。ああ、なんかあれだっけ、あの新体操部とかいう、僕よく知らないんだけど、そういう部活とか入ってるんだっけ。そんな感じでしたっけね、そういえば。うん、だからダメなんだ。もしもし、どうしたの。まあどんどん仲良くしていくか。あ、まさに新体操部の日だったわ。まあそろそろ爆弾がついてもおかしくないね。しかしどうなんだろう、りょうたくんとか結構かまってないぞ。仏壇行こうぜ。うん、大丈夫。もう全然オッケーしてくれんじゃん、気持ちいい。はいはー、バス停ね。めっちゃオッケーしてくれんじゃん。これよこれ。もう2月ぐらいはまあゴミだったね。1月らへんは。1月か。あ、先生だ。先生もなかなか帰ってくんないだろうから一緒に帰るぐらいにしとくか。お、なんだ。なかなか恩田くんと合わない。いいな。準備してくるからちょっと待ってろ。あ、準備いるの。てかさ、前も言ったけど、バイク通勤だよね。なんでわざわざバイクを押して帰ってくれるんだ。やっぱ俺のこと好きなんか。通知表5だったりする。いらっしゃいませ。あ、これはデッデレーデッデレーかな。あ、違う。結構様になってるな。しかもバイト中じゃないの、その服。りょうたくんどうしたの。俺もシモンのバイト中、店長に来客用のケーキ頼まれたんだ。へえ。あ、お菓子作り得意ですよ。鈴木正幸ケーキどうですか。テイクアウトですね。受けたまわりました。お待たせしました。いいセンスしてんじゃん。サンキュー。じゃ、頑張るよ。いいセンス。うん、りょうたくんもね。エプロンいいな。あ、そういえばシモンの近くにもケーキ屋さんあったけどな。あー。なるほどな、俺分かっちゃったぞ。りょうたくんの考えが。よっぽどこの喫茶店のケーキうめえんだな。